の大村慎一でございます。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました天地広報の大村慎一でございます。今日は大変お久しいこの夜の時間、このように大勢の皆様にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。またただいまは若林参議院議員、そして地元杉本県議、そして今日は下田からわざわざ鎌田県議に来ていただきました。ありがとうございます。今日とっても地元で大切な夫婦電話っていうのがあったんですが、いっぱいお客さん来るんですが、ほっぽりだけ来てくれました。ありがとうございます。私は1ヶ月前に知事選に立候補を決意して証明をいたしました。もう最初から言っております。都政の知事の議員で混乱しているこの県政、しっかりまっすぐに立ち直したい、そのために私は立ち上がりました。その時大静岡で立て直したいということを最初から言っております。静岡県には西部、中部、東部、伊豆、素晴らしい地域を持った都政の地域があるんです。でも今まではそれぞれが力を持ってやっているが、普通の県と同じかそれ以上の力があったんです。これまではそれで良かったんです。でもこの10年世界は変わりました。どんどんいろんな国が出てきて、そして日本のチームも変わってきたんです。他の県はチーム熊本とかいろいろ言ってどんどん頑張ってます。静岡県も頑張らないとどんどんチーム落ちてきちゃうんです。所得の量もですね、この10年他の県に抜かれちゃって全国40位になってきちゃったんです。ですから私は以前から思っていたんです。この西部、中部、伊豆とこの地域の力を結集していけば、もっともっと力強い市長になると思っているんです。そうじゃありませんか。ですから私は大勢で言っております。私は中部の候補と言われることがあるんですけど、そんなしかないんです。私は国で36年仕事をしました。北海道から九州まで仕事をして、そして愛するこの静岡県でふるさとで仕事をしたんです。県にいました。知事やってました。私の面ではいつもオール電気なんです。オール静岡なんです。それに加えて私祖母はですね、浜松出身なんです。私の地中には柳川選手が入ってるんです。そして私の祖父は高年浜松の前高町弁天島に住んでいました。だから私も子供の頃は前高町に住んでいたんです。浜松にいたんです。ですから私にとって浜松はとっても大事なふるさとなんです。浜松からの風景、神田の温泉、もう惜しい城が、もうこの浜松の全国にアピールしたいんです。だから私は立ち上がったんです。そして私はこの大勢のために全力を尽くしたいと思っているんです。さまざまな課題があります。今リニアの問題、全国で注目されています。これについては大いなる水と環境大切です。しっかり守りながら、そして前に進めていきます。この浜松駅、今1時間に1本停車してますけども、もっと停車してほしいですよね。で、試算が出たんです。だからリニアが高速まで通れば路面が不可能で 1.5 倍停車回数が増える、そういう試算が出たんです。でもこれはまだ国の試算なんです。 JR 東海さんからしっかり何のメリットがあるか示してもらう必要があるんです。我々東京にはそういう権利があると思います。ですからしっかりそういう話を引き出しながら、大井の水と環境を守る、そしてこの仕事を前に進めていきます。私が責任を持って人間問題は解決していきます。そうだ、ありがとうございます。それから予定する浜松の陸上問題があります。私はですね、浜松の陸上を作りたいんです。だからこそ言ってるんです。中日は球場で見たこの熱狂を取り戻したい、だから言ってるんです。ですからですね、この野球場を作るために皆さんの市民の意見を超えてしっかり決めていきたいんです。
だから全滅って言ってるんです。中も新薬局長をしっかり作る、ここダメなんです。だから道部の意見もあります、普通の薬局の意見もあります。いろんな意見があるからしっかり聞いて皆さんに愛される薬局長を作ります。そういうことをしたいです私は。そしてこのアマートを元気にしていきたい。だから福岡県全身局長を作りました。そしてアマートにはものづくりのための練習最高プラントを作りました。こういう仕事をしてアマースポットを元気にしていきたいんです。よろしいでしょうか。そういう仕事のために私はやっております。だから私に仕事をさせてください。そして私はですね、自分の個人の迷惑とかプライドとかそういうことはないんです。仕事をしたいんです。だから今年に出てたんです。地の人が迷惑とかそんなこと言ってきたことはどうでもいいんです。どうか皆さん、私に仕事をさせてください。そして何とか私を知事に教えてください。私は皆さんのために愛を隠しになります、お役をします。でも私には時間がないんです。もう私も近いんですけど、本当に生活の時間がないんです。あと残り8日、明日から7日しかないんです。指名5年からやってようやく止めてきました。でも何とかですね、この知事選私を勝たせてください。私は皆さんのためにしっかり仕事する気になります。そしてこの360万県民、そしてこの浜松市をもっと元気にします。私にどうか仕事させてください。公平にしてください。そして皆さんにお知り合いになんとかですね、私のことをしてください。必ず私は皆さんのために働く気になります。そしてこの浜松市を元気にし、360万県民誇り高い県にもう一回戻していきます。どうかどうか私によろしくお願いします。助けてください。よろしくお願いします。ご清聴いただきまして誠にありがとう。